はい、こんにちは。先ほどロクトン地区が大好きなスピーチおじさんのライドと申します。ベストヒットライドでやってます。高校野球の甲子園大会が中止決まったみたいですよね。で、ね、そういうイベントとかがまだまだね、コロナの影響でいろいろ大変な状況なんかなと思ってるんですけど、例えばね、フジロックなんかこれから夏じゃないですか。夏フェスなんかどうなのかなってちょっと思ったりしてるんですよね。僕は別にその夏フェスに行くようなタイプではなくて、もともとインドアなんで、特にね、虫とかいると嫌だし、外行ったりとか、あと人が本当にいっぱい集まってる場所とかそんなに得意ではないんですけど、お盆の帰省とかどうなんかなって、果たしてできんのかなっていうのちょっと心配だったりするんですね。やっぱね、夏とかね、ちょっと実家に帰りたいとかあるじゃないですか。僕ね、地方出身なんですけど、やっぱ地元のお祭りとか軒並み全部中止になったって言ってるんで、なんか帰るのも大変なさそうだなってちょっと思ったりしてるのと、あと結婚式とか、葬式とか冠婚葬祭ですね。それってどうなってくるのかなってちょっと思ったりしてるんですね。なんかね、もうそろそろ、甥っ子とか、姪っ子とか、そこら辺がね、そういう結婚式に、とか、なるんじゃないかな。あと、ね、やっぱり親戚のね、年いってる人もいるので、亡くなったりすることも、ちらほら出るんじゃないかなってちょっと思ったりしてるんですけど、なんかそこら辺もね、リモートになるのかな、とかいろいろちょっと思ったりしてるっていう、まあ、その関係ないですけど、そんな話なんですけど、今回なんですね、溺れるナイフで共演した、モネちゃんですね。上白石モネちゃん。前ね、ちょっとそれに共演してた菅田将暉くんとの話は見たんですけど、重岡大毅くんっていう、ジャニーズウエストの子ですね。ジャニーズウエストの重岡大毅くんが、舞台挨拶で、上白石モネちゃんに溺れてますって発言したんですって、当時ね。まあ、その時ですよ。溺れてるものは何ですかって聞かれた時に、モネちゃんに溺れてます。要するにモネちゃんの声が好きで、モネちゃんの CD を聴いてて、モネちゃんに溺れてるって話だったんですけど、まあ、でもその発言自体にちょっとざわついたっていう話なんですけど、じゃあ、上白石モネちゃんと重岡大くんの相性って一体どうなのっていうことをおせっかいながら、ちょっと占ってみようかなって、そのお話なんですよね。で、上白石モネちゃんなんですけど、1998年の1月27日生まれで、まあ何回も見てます。ということで、割愛します。重岡大くんなんですけど、1992年8月26日生まれ。2006年にジャニーズ事務所に入所したと。で、2014年にジャニーズウエストとして CD デビュー。2019年には節約ロックっていうのが出てるんですかね。で、2020年知らなくていいことっていう作品に出てるという。ね、まあ、いろんな活躍をしてるということですね。そんな重岡大くんの持った特性なんですけど、この人は自分の世界がある人、世界観がある人ですね。で、頑固者な部分、ちょっと部分もあるということですね。頑固な一面もあるということです。で、今年は自分磨きの年ってことなんですよね。じゃあ、上白石萌音ちゃんと重岡大くんの相性なんですけど、相性はすいません。これもまた良くないんですよ、あんまり。でね、積極的な萌音ちゃん、毎回言ってるんですけど、積極的なんですよ。重岡くんは、その自分の世界観があるんで、入ってきて欲しくない。あんまりね。土足で入ってきて欲しくないんだけど、モネちゃんは、そんなのグイグイ行っちゃう。っていうことで、ね、そこの価値観っていうんですかね。そこに対して、重岡が心を閉ざしてしまうっていうような関係性があるよっていう話なんですね。まあそんな感じで、今回また、モネちゃんと、ジャニーズウエストのね、重岡くんを、見たんですけど。また、モネちゃんはね、やっぱね、ちょっと見続けたいなと思ってるんで、ぜひぜひ、お付き合いください。ということで、チャンネル登録の方、またよろしくお願いします。